えー、こんにちは。ストッカー塾の久保です。FX の相場解説追加版ですけども <laughs>、108円に入ったでしょね、えー、垂直の伸びを見せて、このね、垂直トレンドが、押し目を作ってまんまと <laughs>、108円に入りました。まあ、こういうことなんですよ。ぐーっと伸びて、押し目作って、まあ、私は、この、もう迷ってないですからね、こっから入る。 <laughs> もしくはね、この辺で入ったのはその放置ですけども、私の場合は冷やしで今回入ってます。もう長い間、えー、入れっぱなしなんでえげつない利益出てますけども、通常は1時間で見る方はこのレックラインを超えたところからエントリーしていただいて、ここからね、エントリーしていただいて、で、えー、現在、この辺りの含み益に至るっていうところじゃないかなと思います。およそ20数ピップ取れてるところかなというところですね。 うん。いいんじゃないですかね。だから、あのー、ずいぶん長い間、ですよね。今日金曜日ですから、今週ずっと利益取れてる状態で、一瞬ね、このレンジのところでは利益取りにくかったと思います。でも上昇トレンドしかなかったんで、私もね、ずっと倍しか行ってなかったですから、きっと、ポジションを倍で持ってる方は、このレンジの間のところでも放置しておいたんじゃないかなと思います。えー、ちょっとね、下がった感じがして、ハロスカットしたいって言ったら、 そこで弱気になっちゃいますからね。今回はずっと倍で良かったんじゃないですか私106円、107円、そして108円の方に向かうっていうふうに申し上げてきたんで、えー、それをね、真に受けた方は大きな利益です。ね、今年はいいですね。セルばっかりしか言わないシュート、倍しか言わないシュート、この2種類しかなくって、小さなフォーメーションっていうかね、他の分析とか、まあほぼ入ってないですよね。 ゾーンもほとんど引かなくなっちゃったし。だから、ここまでトレンドがはっきりしてると、あの、テクニックいらないんですよね。もう見えてるじゃないですか。これ見てください。右肩上がりでしょどう見えても。右肩上がり見えませんじゃあ他の時間軸行きますよ。これ1時間ですけども、4時間。右肩上がりでしょこれ。どう考えても。出入り行きましょうか。右肩上がりでしょどれを見ても。ということなんで、 何も言うことないんですよ。ここまでトレンドが出たら。もう細かいね、N だとか W だとかね。そんなどうでもいいんですよ。だって、強烈な右肩上がりの上昇トレンドなんで、何も考えずにずっと倍してください。ロスカットをね、ピシッと引いて、もうそれでいいんですよ。寝てれば利益ですよ。うん。ただ私のね、ちょっとこう、お話しさせてもらいますけども、108円台で一旦この流れは、 落ち着くんではないかなと思います。こっからは、理覚の波が出てきて、ちょうどね、こんな感じになると思いますよ。ここみたいな感じに。うん。まあこれはね、来週になってみないとわかんないのと、ファンダメンタルがかかってくるとまた判断違うんですけども、うん。ここまではっきりと、倍だけで取れたのは、今日が最後かなと思いますんで、まあぼちぼち私もね、もうちょっとしたら、エグジットして、すべてを決済して、土日に控えようと思います。はい。それでは、また週が明けたら、お会いしましょう。 ありがとうございました。